の学園は APEX マネジメント学園秋の特別企画、味噌料理食べてみんなで元気になっていこう。行きましょうよ。そうですね、やっぱり、ね、夏はいろんなイベントで盛り上がったからね。そうですね、それを一気に秋に吹き出していく。お、はい、もう秋といえば、はい、もう芸術の秋とかスポーツの秋とか、はい、いっぱいありますよね、読書の秋とか、ね、何の秋、はい、何の秋、何の秋、ハーモニーの秋じゃないですかね。おっと、ハーモニーってどういうこと。いや、みんなで歌うんですよ、だって。あ、俺あれが聞きたい。何ですか。マリーゴールドマリーゴールドアイニョンさんのね。そうそう、すごいカラオケだよね。流行ってますもんね。俺ね、あれサビだけ歌えるからさ。あ、本当ですか。そうそうそう。じゃあ、1、2、3、4でいこう。臨床、臨床してる。臨床ってことですか。いや、ハモリ、ハモリ、ハモリ、1ってなんですか。主旋ボーカルですか。主旋を歌って、そこのハモリを、はい、ハモリをやってるんですね。はい、わかりました。で、だんだん入っていく。はい、はい、最初のキー合わせて。行くね、うーん、いいね、はい、シェイプ。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。いや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 あれどこで入るのかな。似てるって振り添いつつじゃないですか。はい、こういうことも。今回の特別企画は校訓、健康第一をモットーに食欲の秋にみんなで味噌を食べていこう。ということで、味噌の医者殺しということわざがあるほど健康にいいと言われている味噌を使って各部活の代表者がクッキング、校長のお腹を満たしてもらいます。調理に使用するのは様々な味の種類があり、使う分だけ出しやすい液状味噌の鮮度味噌。この味噌は液だれしにくいキャップで片手での調理にも便利。いろいろな料理が手早く美味しく作れちゃうんです。ナレーションはエロール佐藤雄介が担当させていただきます。今回はね、あの、うん、ワースターの葉月ちゃんに作ってもらいたいと思います。はい、はい、なんか最近、はい、あのスペイン語、そうです、スペイン語勉強して、はい、この間スペイン語検定の6級に合格しました。おー、すげー、ありがとうございます。俺も6級持ってるから。え、何の6級ですか。あの、けん玉。なんだ、びっくりした。6級6級なんだよ。え、じゃあこのお味噌とかはスペイン語で、スペイン語で、味噌はスペイン語ですか。味噌、うん、です。そう、まんまじゃないですか。日本のやつなので、あ、MISO で味噌です。スペイン語でも味噌、わかります、味噌はね。じゃあお味噌が大好きはメグスタ味噌。おお、メグスタ、メグスタ、メグスタっていうのね。メグスタで、メグスタ、いいね。納豆部代表の坂本さん、もちろん納豆を使ったレシピを考えてきたみたいですよ。納豆を使った味噌料理、納豆味噌を今回作りたいと思います。いや、もうこれ和食の真髄をちょっとついたっていうことは、ね、今回何を作ろうかなと思って、はい、結構いろいろこう納豆スペース味噌で結構ネットで検索をしてたんですけど、うん、あの沖縄の給食メニューにも出る沖縄のご当地メニューらしいんですけど、うん、今回その麹味噌を使ってちょっとアレンジしたものを作ってみようかなと思います。沖縄ではピーって指笛できる、はい、あ、僕できないですね。できないです、できないです、できないです。いや、だからフーッて麹味噌使ってってやった時に、はい、これじゃダメだろ。ネット情報によると沖縄県では給食にも出るというご当地納豆メニュー、納豆味噌。詳しく検索してみると様々なレシピがあったとのことなので、今回はご覧の材料と麹味噌を使って坂本葉月流納豆味噌をクッキング。ひき肉とネギと生姜を入れて炒めていきたいと思います。ほぼ全部じゃないですか。そうですね。ひき肉をまず入れます。10ポイントだね。いいね。ひき肉のあ、いっちゃうか。
いっちゃいます。やっぱちょっと早い気も気もするけど、ね、いっちゃいます。はい、ワーサーの時はさ、はい、みんなで集まってご飯とか食べる。結構クリスマスパーティーとかメンバーの家に集まってみんなでやります。仲いいんだね。仲いいですね。いいね。俺ワースト入るかな。私いればエロエロ次はワーストですか。DJ で入っていただいて。ちょっと見たい。でちょっと炒まってきましたので弱火にして、ここでもう納豆とお味噌を投入したいと思います。納豆かき混ぜた方がいい。いや、このままもうポジョンとポジョンいっちゃう。今回あの中粒をちょっと食感、やっぱ納豆の食感あった方がいいなっていうことで。なるほどね、確かにじゃない感じで食べ感が、はい、納豆を豪快に入れちゃいます。ほうほうほう。納豆を入れた後は付属のタレも入れちゃいます。そしていきます。で、麹味噌入れると。はいはい。なんかハートとか書いておきますね。いやそこはね、ワーストだもんね。そうです、やっぱちょっとアイドルなんで可愛くいこうか。ハート3周分とかね。ハート3周分入れました。めっちゃ美味しそうじゃないですか。いや美味しそうよ、匂いもすごくいいよ。でも納豆の匂いが濃い。なんかネバネバしてる。ネバネバしてる。ネバネバしてるんだよ、納豆だから。チーズね。よくかき混ぜたら鰹節を入れてクッキング終了。納豆味噌の完成です。校長、早速試食しちゃってください。いただきます。はい、ちょっと最初は納豆味噌本体だけで食べてみようかな。あ、そうですね、じゃあまずは、うん、あ、粘り気もちょっと飛んでる感じで。いただきます。はい。うん、あー、おいしい。おいしいですか。こうきたか。なか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 うならせるいい味だね。あ、本当ですか。味もしっかりついてます、うん、味がしっかりしていて、はい、でね、納豆のその粘り気は飛んでるんだけど、はい、その分そのお味噌の旨味というか、はい、ちょっとしょっぱい味がちょうど合ってるんだよね。とてもすっきりしてますこれ。1回目、うん、こういう体勢で来るんであれば、はい、乗っけちゃうぞ。もう乗っけちゃってください、本当に。そう来るんであれば、いただきます。はい。あ、合うん。合いますよ。うまい。校長絶賛の納豆味噌、シュネルさん、ハマくんも試食してみてください。うん。あ、おいしい。なんか納豆の臭みが本当にあんまないから。あ、そうなんだ。炒めることないとちょっとあの飛んでる部分もあるよね、納豆はね。味噌がまとめてるのかもしれないですね、これ。あ、そういうことね。本当かな。うまくね。まあ、このまま俺まとめてるけどね。もう本当お世話になってます。ちょっと納豆を食べるようにじゃあこう。駆け込んじゃった方がいいよ。駆け込んじゃっても。お。これは。うん、ご飯に合いますね。合うよ。納豆のとろみがちょっと生かされててスイスイいけちゃうんですよね。そう、うん、はい、でもちゃんと味噌の味もしっかりしてるからちゃんとご飯に合ってくれるっていうことで、うん、いや本当味噌と納豆俺こんなに合うと思わなかったです、うん、だよね、はい、想像以上だよね。これね、うん、いいの作ったね、うん、これね本当にねやった方がいい、うん、坂本葉月流アレンジ納豆味噌、食欲の秋に皆さんもぜひ試してみてください。葉月さんの、はい、味噌料理、食べてもらいましたけども、はい、最後にまた総評ね。DJ でDJ っていうと本業こんなとこじゃなくちゃいけない。今度ね、乱用してますけど、はい、はい、お願いします、イエーイ、納豆と味噌でダブル発酵最高、イエーイ、シャイアンとこう DJ コーイジデューデイ、付け足しがすごい。次回は帰宅部代表ソルディーモ・シュネルさんがクッキング。お楽しみに。